はい皆さんこんにちはチームハドンズクローカーです注目材料を3分で解説します、はい、日本時間11月3日午前3時に FOMC の結果が公表されますまた3時30分からパウエル FRB 議長の会見が行われますはい今年末から来年前半の利上げペースの鈍化観測近隣の最高到達点であるターミナルレートは 予想以上に低くならないなど利上げのサイクルをめぐりいろいろな思惑が交錯しております。市場はこうした思いへの回答を見つけようと FOMC の結果に着目しております。では早速見ていきましょう。はい、FOMC を見る上でのポイントは3つということでまずは1つ目9月の FOMC 時に公表された新たな経済見通しでは 今年末の GDP が0.2%、失業率が3.8%、コアインフレ率が4.5%でしたから、貯金の GDP2.6%、失業率3.5%、PCE、コアデフレーター5.1%は、景気の過熱感、収束を裏付けておりません。 2つ目です。非農業部門雇用者数や求人件数のペース論化は見られるものの、コロナ前の水準を上回っております。はい、雇用コストも2019年の平均よりもだいぶ高い状態ということで、はい、これらの点を踏まえますと、FRB が高波スタンスを変更するとの観測は早計ということです。 はい、3つ目です、製造業景況感悪化、あとは住宅市場の需要鈍化で FRB の長期のインフレ目標である2%を超えるところまで利上げされたため、市場の一部には利上げペース、減速の声もささやかれております、ただ、非製造業は底堅く FRB がペース鈍化の声に耳を傾けるかは微妙というところです。 はい、結局、利上げペースをめぐっては今後の経済指標次第といえそうで実際に CME グループのフェドウォッチツールの10月31日時点の数字では12月会合の0.75%利上げと,、えー、と0.5%利上げが半々となっております声明文やパウエル議長会見を受けてこの状態がどちらに傾くか注目されております。 はい、さて今月の FOMC の結果と市場の反応です。はい、先ほども述べましたが、今回号での零点七五パーセント利上げは織り込み済みということで、市場の視線は十二月の FOMC の利上げ幅の織り込み具合ということです。反応です。一番零点七五パーセント観測が強まる場合で、ドル円は一点五円程度上昇、円安に進むと考えております。二番目です。零点五パーセント観測が強まる場合と。 ド、はい、ドルル高高修正から円円円は1.5程度下落円高に振れると考えております、はい、チームハロンズとしましてはサービス業の堅調さ消費の底堅さから政策調整はもう少しデータの蓄積を待ってからとの思いで一番をメインシナリオと考えておりますあと少し話は変わりますが万が一今回欧米の利上げ幅が0.5%にとどまる場合 4日発表の雇用統計への悲観的すぎる結果を見越している危険があるかもしれませんので、この時は雇用データにも警戒が必要と考えております。はい、ご案内しました通り、3日3時から FOMC、結果発表3時30分からパウエル FRB 議長の会見が あります。2時55分開始のライブ配信番組内で FOMC の結果、3時30分からのパウエル FRB 議長の会見の市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきます。また、リアル講座で結果を受けたスキャル取引も行う予定となっております。はい、開催 URL につきましては番組最後に貼り付けてあります。お時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。本日は以上となります。